新しいユニフォーム着て、マスクもなんか。そうなんです。それ作ったんですか。そう、作ったんです。え、もともと何から作ったんですか。あ、これね、去年の、うん、あの、これです。これこれ。バンダナかなんか。これ。あれ、ユニフォーム着たんですか。ユニフォームっていうか、あの、オーセンティックの、あの、オーセンティックの。もったいねえ。この部分で。それちょっと、しょみさん、それ、高知ユナイテッドのファンの人とからしたら、ちょっと衝撃的な画像じゃないですか。ユニフォームが着られてる。いや、実はこれちょっと、売れ残っちゃってた分なんで。え、じゃ新品新品ですか。新品です。マジで。まあまあでもあれですね。命を救うために使ってるから。もらってですよ。としていいんですよね、この生地。いや、いいでしょう、そりゃ。うん、そんなマスクにするのすげえもったいないぐらいの。姿勢もすごくいい。質の高いこう布地でできてますからね。サッカーのユニフォームはね、はい、伸縮性もあるし。そうなんです。寮にいた選手たちっていうのは何人、もともと今シーズンは、うちの建物にいるのは、うん、10人ですけど、はい、あとの10人ぐらい、十何人はあのもう一つの寮とか、あとそれぞれが家を借りてますので。あ、じゃあその今そこの、寮にいる10人の選手は、もうずっとそのまま寮にいる感じで生活してて、はい、うん、動けないですよね、うん、今逆に ね動いちゃうと危ないっていうので。そうすると、まあ、練習はそういう、自主練みたいな感じで、はい、多分何人かで時間決めて、やってるんだと思うんですけど、それはもう10人の選手がまあ少し時間ずらしたりしながら、ね、やるしかないですもんね。そこそんなに広い庭じゃない、もともとサッカーやるための庭じゃないだろう、ね、だからただまあ家の中でやるよりはね、筋トレするにしてもちょっとしたボールタッチするにしても気分は違うと思うからいいと思うんですけど、そうするとなかなか選手たちの自主練っていうのもこう、うまくこう時間使わないとできない感じですかね。うん、そうですね。やっぱりランニングしたいけど、うん、裏山結構山が近くなので、うん、裏山走れるんですけど、はい、それも気使いながら走って。今日これ4月24日ですけど、高知県としては70人感染してて。で死亡した方が2人だったかな。あ、3人ですか。東京は今もうかなり多いですし、私が千葉に住んで、千葉は感染者だけで確か700人ぐらいいたから、まあ高知の10倍ぐらいいるんですけど、まあ人口もその分多いんですけど、高知の町自体はその塩見さんから見てどんな雰囲気ですか。もうなんか夜なんかはゴーストですね。そうなんだ。特に高知ってね、お越しになった方は、はい、ご存知だと思いますけど、お酒文化というか、ね、食文化がございますので、うん、はい、だから結構夜の街はいつ何時でもにぎわっている状況なんです、うん、特に春に観光開きがあるんですね、3月に、はい、でお城にもいろいろ祭りで出たりして、うん、かなり大きなイベントがあったんですよ、うんうん、でも残念ながらもう全てが中止になり、もう夜の街なんかほとんど人が歩いていない。あ、じゃあお店もこう閉めちゃってて、そうなんですね、結構飲食店が多いじゃないですか、はい、特に高知の中心のあたりは、はい、そうすると確かあそこの何でしたっけ、広め市場、はい、広め市場もずいぶん前に閉めちゃって、そうなんですよ ね、あそこを中心に、まあ、お城のところと
あの商店街のとかアーケードのところとかもじゃあもう人通りがほとんどないみたいな感じになっちゃってるんですかね。そうなんですよ。うん、もうそれがなんか広め市場行ったことある方はね、うん、ご存知だと思いますけど、あの知らない人でもすぐ仲良くなって、うん、そう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 、一緒にお酒を組み交わしたり、なかなかない感じの空間ですよねあれは、うんうん、それが、まあ、売りというか、うん、あのとてもフレンドリーな、うん、あの県民性なんですけれども、うん、残念ながらもうそこも閉めちゃってるっていう感じ、うん、じゃあもう随分寂しいですね。まだそれほど感染者とか亡くなる方も出てないけれども、やっぱりそこのあたりのこうちょっと緊張感みたいなのはずっと高知の町もあるっていうことですよね。あります。あの田舎だから、まあ、ちょっとこう感覚的に遅いのかなっていう感じは当初はありましたけれども、うんうん、今ややっぱりもうどこにいても世界中一緒じゃないですかね、うんうん、そうすると選手たちなんかはあの仕事をしてるじゃないですか、はい、その仕事の方にも少なからず影響が出たりっていうことがあります、うん、だから今庭であの自主練習選手も本当今の時間だったら働いてる時間だったり、うん、そうですよね、うん、保育園とかに行ってる選手とかうん、そうするともう幼稚園保育園自体がこう子どもさんにねちょっと控えられないっていう状況だったりするじゃないですか、うん、で閉館しているところもあるぐらいで、うん、だからもうアルバイト自体も、うん、正社員の方の方もね優先されてるし、はいはい、彼らは今もうお休み中。そうするとなかなかこう、まあこれがどれぐらいの期間になるかちょっと分かんないですけど、こうまあ、サッカーやりたくてもなかなかこう経済的な問題っていうのがこう出てくる状況ですよね。そうするとね、はい、もうかなり厳しい状況ですね。で特に今年選手もあの新しい選手たくさん入ってきて、はい、あのね、高知の町に来てまだそれほど時間が経ってない選手もいっぱいいると思うんですけど、そういう選手なんかはまだね、そう仕事もこうあのそれほど長くこの町でやってない状況でそういうことになっちゃってるから、はい、でもこう動くことできないからっていうのはどうですか、選手のこと見ててどんな風に見えてますか。いやー、あの見てる方が辛くなっちゃうっていうのが、うん、一言で言うとこんな感じですかね、うんうん、モチベーションを、うん、どういうふうに維持するのか、とか、うん、あのいくら自主練をしたとしても、うん、やっぱりゲームでボールが蹴れない、仲間に会えないっていうのは、うん、みんなで一緒になってね、あのボールをかける時間というのがない状況ですので、うん、そこはやっぱりもう本当に辛そうです、うん、やっぱりこう悩んじゃっている選手なんかもうん、ですよね、うん、サッカーだけじゃなくって、うん、人が生きるっていうこととか、そう、うん、なんか生まれてきた意味っていうのかな、うん、なんかそういうところまで彼らの深さの中でもすごく考えてるっていうのを感じますね、うんうん、塩見さんそれで選手たちのお食事を朝と夜、ね、準備するって言って、はい、そこにもやっぱりこう少しこう選手たちが練習を十分にできてないっていうところもやっぱり作るものに変わったりするんですか。もう確実に変化はあります、うん、っていうのは、うん、あの選手によって、うん、あのほっちゃりしてくると、うん、逆にあの筋力が落ちて痩せてっちゃうことです。だからやっぱりそのトレーニングの仕方にもよるんだと思いますけど、自分のその、あの、もともと持っている体の、うん、はい、作りっていうのはそれぞれ違いますので、うんうん、あの、かなり料理法が変わったりとか、あ、できるだけもう水溶性のものでたくさん取らせるとか、気をつけてますね。一番は免疫を。免疫、はい。落とさない。うん、はい。あの常に免疫をきちっとあの一定
ということと、うん、あとはやっぱり筋力を落とす、うん、でもう一つやっぱり食事っていうのは、うん、あの必ずするものですから、うんうん、あの楽しみじゃないといけないと思うんですよ、うん、だからあの今夜は何かなってワクワクしながら帰ってきて、うん、やったー今日はハッパークとか、うんうん、あ今日はホッケーとかって言って、うん、刺激がない一日を選手たちも過ごしてるだろうから、こう余計にこう食事が楽しみになったりもしますよね。そうですね。うん。多分それはあると思います。ね、まあ、普段ももちろん楽しみなんだけど、でもそれ以上にこう一日の中にイベントがないから。なんですよね。ね。試合があるのはあったで、ね、毎週自分たちが評価されるわけですから、うん、そこも。しんどいっちゃしんどいでしょうけれども、うん、でもその中で彼らはね少年時代から生きてきてますので、うん、そこを耐えうるメンタルが持ってるんでしょうね、うんうん、そういうのをやっぱり感じますか、こう感じます、この選手たちやっぱりすごいなと思うことってありますか、こういう状況になって、あのマイナスなことは言わないですね、あ、うん、世の中ではまあいろいろちょっとこうマイナスなこと、うん、あのうーんどなたがどういうふうになったかとか、うん、こう感染者がこの辺りで地域で出たとかって言っても、うん、あのなんかそこをこう批判したりとか、うん、どうしても人と人がこう歩いてると、うん、それは密じゃないのとかっていう、うん、気になっちゃったりとかね、そういうのいます、うん、なんかとてもまあ今はね、うん、あのデリケートな時期ですので、うんうんうん、言いたい方もいらっしゃるとは思うんですけど、うんうんうん、そういうことに対して受け入れて、あのなんていうかな、そういう批判的なことを言わずに、うん、プラスに持っていくっていうか、うん、やっぱりこうそういうメンタルの部分もこう逆境に強いっていうか、こうポジティブに持っていく術を持ってるっていうか、あのそういうところがやっぱりアスリートはあるっていうことなんですかね。いますね、うん、本当にあの彼らだけじゃなくて、実はあの、パラリンピック の、はい、あの車椅子ラグビーの金メダリスト、はい、の池さんが高知出身でいらして、あの知り合いなんですけれども、はい、彼がそのオリンピックがどうなるかっていうのパラリンピックがどうなるかっていう時に心配になって、うんうん、一本連絡入れたんですけれども、うん、あのもう逆に勇気づけられますからね、うん、そういう意味では塩見さんも毎日選手たちを接してるから、こう元気もらってるところもあるっていうところですかね。そうかもしれませんね。もうでも、まあ、毎日の食事はすごく重要だと思ってここはね手が抜けない、うん、逆になんかいつもよりも、うん、はい、ああでもあの、うん、今なかなかこう手に入りづらいものもあったりするんですよ、はいはいはい、であのちょっとものによってはかなり高騰してたりとかするものがあって、あの大量に作るのって結構大変な時あるんです。うんうん、でもなんとか集めてやろうと、はいはい、頑張ろうかなというふうに思わせられ、うん、させられて、なんだろう、こう選手たちが持ってる、サッカーの選手だけには限らないですけど、そういうアスリートが持ってるこうポジティブな、考え方とかこう生き方みたいのが、もっともっといろんな人にそれが感じてもらえるといいですよね。本当です。なんかそういうのがこういい形で、あの おまたワンちゃんがワンちゃん楽しそうですね。あの、うん、犬の方がうちには先にいたわけですけども、うん、はいはい、なんか結構選手たちにはアニマルセラピーになってる。ああ絶対ありますよ ね、 ね、犬は全くね関係ないから、あのあのそういう状況関係なくこういつもと同じ風にこう接してくれるから、まだ大丈夫だと思えるっていうか、なんていうんですかね、こうこの子がこういう風にしてんだから、なんかこう自分がこうピリピリしてたりこう少し
あの焦ったりしてるのもなんかこう落ち着くみたいなのやっぱありますよね、動物見てるとね、うん、選手たちがうちにいる時間も長いからワンちゃんからすれば楽しいなみたいな。そうかもしれない、庭でね遊んでくれることはまずないですからね。そうですよね、普段はね、うん、今やっぱりこの免疫力を下げないようにっていうことで、多くの人がやっぱり食生活気をつけてると思うんですよ。で、まあアスリートが取る食事と一般の人が取ったり、まあ一般の人でも年代によってもまた違うと思いますけれども、こう塩見さんがこういうところに気をつけるのが一番いいんじゃないかというふうなことがいくつかあれば教えていただきたいんですけど。一つは規則正しいことですね。時間っていうこと？時間ですね。時間と、まあ、朝昼晩とちゃんと取るっていうことですかね。うんうんうん、はい。あまり時間をこう狂わせることなく。うん、いつも同じぐらいの時間にご飯食べるっていう。そうですね。うんうんうん、はい、やっぱり体がリズムが狂っちゃうと、うん、あっこっちちょっと言ってきちゃうんで、苦味が、はい、できてくるので、例えばお通じがちょっと時間がずれたりとかしませんか、うんうん、しますね。うん、ね、あのやっぱりそういうことって、うん、少しずつ人間の中にストレスとしてたまると、うん、そこで免疫がちょっと下がったりする。なるほどね。じゃあ食事取る時間でこう自分の生活にこうリズムつけてあげるみたいな感じですね。まず時間しっかり3食取るっていうことと、あとは旬のもの、今旬のものを、はい、バランスよく食すってことです。今これが、例えばなんか、一つのものがいいって言い始めると、そばっかり取る日、方とかいらっしゃるんじゃないですか。うんうん、よくありますね。例えば鶏のささみだったら、それよく食べて、なかなかやっぱり、はい、体は作れないし、うん、旬のものを、野菜も、例えばお魚は今どういうものが釣れて、うんうん、はい、まあ、お肉は今旬とかってないんですけれども、ね、うん、はい、そういうものをきちっとバランスよく、よく、私の食事見ていただいたら分かると思いますけど、うん、彩りを意識すると、うん、自然とバランスよく取れます。なるほど。じゃあ、よく茶色っぽいご飯あるじゃないですか。全体的に全体的に茶色っぽいご飯になっちゃうんじゃなくて、やっぱり緑入れたり、白を入れたり赤入れたりっていう風にして、全体的にその高知ユナイテッドのユニフォームに、そうですね、このエンブレムの部分みたいな、こんな感じの彩りになってなると、こう自然とこういろんな栄養素がバランスよく取れるっていう。そうです、はい、あれですかね。そうするとこう意識するのは、こう免疫力を下げないとか、その下げない食材を食べるとかっていうことよりも、こうなるべく体にストレス感じさせない、負荷かけないようにして、元気な状態を保つっていうか、こう健康なっていうんですかね、こうあんまり極端なことしないで、こう、そうです、っていうことですかね。その通りです。あとはやっぱりその加工品をできるだけ食べない、ちょっとの時にこう助けてもらいたいっていうのあるじゃないですか、うんうん、はいはい、例えばお子さんがね、部活帰りにとか、うんうん、安心して食べられるものとかっていうので、うん、ちょっと今回私が開発したものもあるんですけれど、うん、それは結構選手たちがトレーニングで食べたりとかしてます。塩見さんが監修した、うん、トドの餌っていうのが、あれをちょっと教えてもらいたいんですけど。今ちょうどですね、ここに見えますかね。あ、いっぱいある。あれですよね。おとどっていうのが、はい、ゆるキャラですよね。そうなんです。高知の水族館の。そうです。高知の桂浜水族館、うん、龍馬さんの銅像があるね、うんうんうん。桂浜水族館に、本当にもう、波打ち際にある。の、おとどだから、とどですよね。とどです。とど、はい。ピンク色の。ちょっとね、怖い感じの顔をしてる。そう、中身中です。で、そのトドの餌っていう、はい、ソーセージですよね、うん。魚肉のソーセージ。
そうです、あのカツオがほとんどです、ね、だから高知だからカツオの肉を使ったソーセージ。そうなんです。やっぱりあの高知ユナイテッドね。高知といえばカツオですからやっぱり。で実はね、カツオってすっごい栄養素が高いんですよ。アスリート向けなんです実は。であの他のお魚よりもカツオの方が、あの栄養価が高いんですけど、あのビタミン A とか D とか B12 なんかは他のお魚よりはるかに多いかな。あとタンパク質も、まあ、例えば 100g 中26ぐらいはタンパク質ですから、高タンパクなんですね。でね、一番嬉しいのは、サッカー選手に嬉しいのが、鉄分です。カツオって、鉄分がすごく高くて、であの、鉄分の中には、ヘムと非ヘムってあるんですけど、はいはい、あのヘムは水溶性なので、吸収がいいです。鉄のヘムが、なかなか鉄分ってこう食べ物が摂取するのって難しいそうな印象がありますよね。そうでしょ、あのレバーとかね。そうそうそう、よくよくレバーのイメージですよね。でもこっちが実はヘムで水溶性ですごく吸収もいいですし、口当たりもいいんじゃないかと思います。なかなかその水溶性でこう鉄分が吸収できる食材っていうのになると本当に少なくなっちゃうっていう感じですかね。そうです、少ないですね、で鉄を吸収しやすくするにはビタミン C を一緒に取らなきゃいけないんですよ。はんはんはん、であのよく私が食べさせるのがこの、あのオレンジジュースと一緒に食べたりとか、これは外にもある、あの、これあのレモンの、ああ見えますか、はいはい、でこれをレモン水にして割って、で音との餌を一緒に食べると、ビタミン C とカルシウム、鉄分も一緒に気持ちよく取れるという。じゃあそこに今、いっぱい置いてあるのは選手たちが体を動かした後にそれを食べて飲んで、はい、はい、どうぞっていうために置いてあるんですね。はい、ワンちゃんも食べそうですね。いや、実はですね、あの片付けるの忘れてた一本があって、帰って家から家あの仕事行って帰ってきた時に、テーブルの上で、あのこの包材だけになってました。食べてた、やっぱり。一本食べられてました。めっちゃ美味しかったでしょうね。かなり控えめにしてますので、これ。じゃあ塩分控えめだからワンちゃんにもそれほど体の負担大きくないんですかね。そうですね、添加物も、もう極限まで抑えてますので、ここ見えますかね、ちょっとピント合うかな、わ、そこに塩見さんの名前がちゃんとそんなデカデカと入ってるんですね。アスリートフードマイスターが監修したっていうことが、あのどうしても書きたかったんですよ、そしたらアスリートフードマイスターたくさんいるって言われてどうしても名前入れなきゃいけなくなって、誰がやったかっていうのを入れなきゃいけなくなったんですけど、それは、私がこれを作る目的というのは、高知ユナイテッドに、お金が落ちるシステムにしたかったっていうのが一番ですね、はい、であと、アスリートたちが安心して、スポーツ後にパクッと食べられる、でリュックサックに子どもたちが、入れてても常温で、180日ぐらい大丈夫ですから、で常温で置いといて、お母さん作ってくれたおにぎりとか、コンビニでね、あの買われたおにぎりとかと一緒に食べていただいたら、いいかと思います。プラスオレンジジュース皆さんが買ってくだされば、高知ユナイテッドの売り上げにもなるし、あとはいろんなところでそれをこう自分が元気になるために食べてきてもいいよっていうことですね、はい、そうですね。今なかなかこう試合がないから、その発信する内容っていうところをいろいろこう考えちゃうと思うんですけども、やっぱりこう発信していかないとこうつながりも作りにくいというか、好きになってくれる人を作るのも難しかったりすると思うんですけれども、この間しおみさんとオンラインクラブハウスの話したで、もうやりたいんですよ、ね、今一生懸命寝てます、ね、で
しょみさんがすごいオンラインクラブハウス僕がチラッと言ったのを覚えててくれて、でどういうふうにっていう話をして、その時にいろいろこうアイディア、ああでもないこうでもないって2人でこう LINE で やってましたけど、何かこう今具体的にこれをやろうとしてるっていうものっていうのも何かあったら教えていただけますか。今ホームページ上にコーチユナイテッドのクラブハウスへようこそっていう、うん、扉を作るようにと思って、そこを開いたら今発信しているような、うん、ツイッターとか、うん、あと、インスタとか、うん、LINE がと YouTube が見れるようにアイコンをバーって貼り付けて、うん、そこをサポーターが見に行ける、うん、で一つ考えてるのは、はい、Zoom を使って、はい、選手もそう、サポーターの方々も一緒になって語り合える、うん、そのルームを一つ作りたいなと思ってます、うんうん、そしたら別に接近しないので、いや全く問題ないですよね、はい、でしかもコーチだから、コーチの方だけがうちのクラブのファンかっていうと、そうじゃなかったりするじゃないですか。そうですね、おかげさまで、例えば県外の方であったり、うん、海外の、うん、例えばドイツとかの、うん、うちにもともといた選手が今ドイツに2人、うんうん、はい、コップリーグにいるんですけど、うん、その子たちは常に気にしてくれてるんですよね、うん、自分が元いたクラブは今どうなってるんだって、うん、で常に気にして見てくれてる、でそうするとそのドイツの友達たちに PR して、うん、なんてか知らないけど、ユナイテッドのグッズ持ってたりしてるんです笑ったんですけど、私ドイツにこれ作って送るようにしてるんですけどね、何枚か、でそんな風にたくさん別の地域の方々が、うん、遠くからでも参加できるじゃないですか、うんうん、だからなんかそういうことができたらいいなと思ってたら、まあこのタイミングですので、うん、すごくプラスに捉えて、うん、はい、開発に勤しんでます。ずっと使えると思うんですよね、うん、別にその試合ができる状況になったとしても、そのツールとしてこうつなぐ、人と人とつなぐ道具としてはそういうものを持ってれば、こうね、それこそ今お話しあったその海外とか、その高知県外の人たちと日常的にこうでつながれますよね、うん、だからそういうためには必要かなと思うし、そうですね、本当ラジェさん素晴らしいです。いやなんかね、イメージとしては僕そこでこうクラブハウスのそのウェブ上のオンライン上のクラブハウスのこうデザイン、クラブハウスの建物のデザインとかも競い合ってほしいんですよ。面白いね。かっこいい、あ、ここのクラブハウスかっこいいねとか、ちょっと建て直しましたみたいな。ちょっと老朽化しましたのね。今シーズンのクラブハウスはこれですみたいな、ユニフォームが変わるみたいに。あ、面白いかもしれない。選手たちがボールぶつけてへこんだのとか。そうそうそう。面白いかもしれない。で、この間ちょっと LINE では書きましたけど、うん、その犬とか猫とかがいて、うんうん、で、その子たちもそのクラブハウスに行けば会えるみたいな。庭走り回ってるよみたいな。ワンちゃん目線で、このワンちゃんがこう寝てるとかご飯食べてるとかいうのが映ってるっていうのが、コーチユナイテッドのワンちゃんはこれですみたいな。マスコでもコーチだからどうですかね、カツオ、実は高知県に、うん、ちょっととてもシュールな切り身のカツオのゆるキャラ。ああ、知ってる知ってる知ってる、売ってた、うんうん、あれー、なんか高知県がこうやってくれたりしてもしかったな。ああ、そういうのでもいいですね、うんうん、なんかそうやってこうなんかいろいろ見に行くきっかけになるものがいっぱいそこに盛り込めるかなと思うから、うん、ねえ、本当です、うん、もう選手たちもね、そういうことが得意な子がひょっとしたらいるかもしれないので、そうそうそう、ねえ、そういうところ伸ばしてもらってもいいのかもしれないです。だから今僕もそれこそしおみさんにああいうふうに書いてもらったから、
いろんな人にその話をしてるんですよ。で、この人だったらなんかこうそういうあのできる人脈とつながってるかもしれないけど、いろいろ考えるとそういうなるべくいろんな人に言った方がいいと思って。いや本当ですね。うん、で言ってたらつながるんですね。そう。私すっごい嬉しかったもん。ラテさん、うん。だからつなげ。やれるかも。でそれこそ別にオンラインクラブハウスを作るのなんて別にみんなで集まって会議しなくたってこうやって話し合いで作っていけるし。いいですね。うん、ぜひ参加させてください。ぜひぜひ。ちょっとじゃあ選手たちがそろそろもう終わると思うんで、あのどうぞ召し上がってください。選手たち食いじゃダメよ、食いじゃダメよ、ちょうだい、ちょうだいって言ってますね。坪井選手です。坪井選手こんにちは。こんにちは。私はリーレフンさんです。こんにちは。美味しいですか？美味しいです。他の魚肉、うわでっかいな、やっぱ魚肉とやっぱ全然違います。こんにちは。こんにちは。こんにちは。どういう味ですか？カツオの、カツオ食べてるって感じよ。カツオ、めっちゃカツオ強いです。ご飯の友になりますかね。ご飯のお供になりますかって。いやもうこれ3杯いきます。美味しいです。あのクリンちゃんも、クリはダメよ。あの高知に取材来ていただいてた時、はい、最後の試合で、うん、うちが戦った選手です。青木です。ああ、あのジャンプ140センチ、ジャンプいじってもらって。そうだ、はい、どうですかコーチは。いや、やっぱいいところで、うん、楽しくやらさせてもらってます。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。 JFL もいつ再開するかっていうところ見えないですけど。そうなんですよ、うん、もうね、ユニフォームにもこれがね、やっとついて、もう本当楽しみだったんですけどね、うん、まあ何よりも選手たちはね、本当に、うん、一日も早くピッチでボール蹴りたいでしょう ね。もう早くね、ピッチで活躍させてあげたいし、うん、早く今のこのチームでどんなサッカーするか ね、サポーターの方々にも、皆さんにも見ていただきたいなと思います。うん、早く試合が見たい。ね、もうほんと選手たちもね、うん、選手たちもやってます、やってます。あ、すごい、なんか今ワンちゃん、ワンちゃんすごい、この他の方まで登ってますね。